デルトサの戦い、または、イベラの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前215年春に、エブロ川の南岸のデルトサ近くで行われたカルタゴと、共和制ローマ間の戦闘である。グナエウスコルネリウススキピオカルウスと、プブリウスコルネリウススキピオが指揮するローマ軍が、ハスドルバルバルカが指揮する、ほぼ同規模のカルタゴ軍を打ち破った。 紀元前218年の喫茶の戦いの勝利の後、グナエウスはヒスパニアでの地位を固めつつあった。これを阻止しようとしてハスドルバルは遠征軍を送るが、紀元前217年のエブロ川川口の海戦で敗北してしまう。紀元前215年にハスドルバルは再度遠征軍を送るが、デルトサデサイドローマ軍に敗北した。この敗北の結果、 リベリア半島のカルタゴ軍を強化する必要が生じ、その分イタリアにいるハンニバル軍に対する支援が不足することとなった。館内の戦いの後、カンパニア、サムニウム、ルカニア、アプリア及びブルティウムのいくつかの都市はカルタゴに降伏した。ハンニバルは紀元前216年から紀元前215年にかけてカルタゴとの連絡が要因になるようにネオポリス、 クーマエ、ノラといった港湾都市を攻撃したが、いずれも失敗した。ハンニバルの弟である孫バルカの率いる文献隊はルカニアとブルティウムの反乱を鎮圧した。ブルティウムの軍の指揮をハン応に委ね、孫は援軍要請のためにカルタゴに出版した。ローマは何回か軍を出動させたが、ハンニバルとの野戦は避け、その同盟軍を可能な場合にのみ攻撃する戦略を、 取っていた。独裁官、マルクス・ユニュース・ペラは、ラテウム南方で、ローマに対する直接攻撃に備えていた。マルクス・クラウディウス・マルケルスは、ノラでハンニバルと戦い、またネオポリスがカルタゴに着くのを阻止した。独裁官副官のセンプロニュース・グラックスは3番目の、軍を率いて、ルカニアに退陣していた。またいくつかの軍団が、北イタリアのガリア人の反乱に備えていた。 サルギニアに駐屯していたローマ軍団は疾病に苦しんでいた。法務官、クイントス・ムキウス・スカイゴラは、現地兵士のために資金と食料を調達していたが、このことが、サルギニア人に反感を抱かせた。サルギニア人の部族長であるハンプシコラは、反乱を扇動し、カルタゴに救援を求めた。カルタゴは、不評1万5千、騎兵1200、 クサを20からなる軍を組織し、イタリアから戻った孫を司令官とした。孫は60隻の五段階戦に護衛されて、再び、イタリアに向かった。サルディニアからの救援要請が届くと、同規模の軍が組織され、ハゲのハスドルバルを、指揮官として、サルディニアに遠征軍が送ることとされた。紀元前百十七年春のエブロ川川口の、海戦での敗戦以来、ハスドルバルは、 主勢をとっていた。ローマ軍の進攻に備えて、エブロ川の防衛に、副将のボアステルが認じられていたが、ローマ軍が渡火すると撤退した。さらに、イベリア人の部族長であるアビリクスの計略にかかり、サグントゥムに捕らえていた、イベリア人の人質をローマに渡してしまった。これが引き金になって、カルタゴに対する反乱が発生し、特に紀元前216年に発生したがです。 近くのトゥルデタに族の反乱は大規模であった。ハスドルバルは、不評4000と、騎兵500を率い、イベリア半島を平定した後に、イタリアに侵攻するように命令された。しかし、紀元前216年のかなりの期間を、イベリア人の反乱の鎮圧に費やす必要があり、ローマ侵攻に関する準備は、ほとんどできなかった。エブロ川川口の海戦の後、 グナエウススキピオには弟であるプブリウススキピオが兵8000と共に加わった。両者共にプロコンスルの地位を得ており共同して軍の指揮を取っていた。兄弟はカルタゴ海軍を撃滅し、カルタゴ支配下のイベリアオとバレアレス諸島を襲撃するという積極戦略を採用した。また、イベリア半島の諸部族にも同盟軍への参加を申し入れ、各都市に守備兵を置いて、 作戦範囲を広げ、エブロカワイ北のローマの支配を強化した。また、親ローマの部族に対し、エブロカワイ南の親カルタゴのイベリア部族に対する襲撃するよう後押しした。紀元前215年初頭、ローマ軍はエブロ川を渡り、小規模なカルタゴ同盟都市に対する攻撃を行った。カルタヘナの防衛をヒミルコに委ね、ハスドルバルは野戦軍を率いて、 北に向かった。しかし、エブロ川は越えず、イベリアで包囲戦を行っている、ローマ軍に対する攻撃も行わなかった。その代わり、ローマと同盟関係にあったデルトサを囲んだ。スキピオ兄弟は、イベリア諸都市の包囲を解いて、ハスドルバルに対処するために移動せざるを得なくなった。すなわち、ハスドルバルは、戦略的にチャーチブを握ったことになる。 両軍は、イベラとデルトサの間の平地に5マイル離れて野営した。5日間ほどの小競り合いが続いた後、本格的な戦闘が開始された。ローマ軍の兵力は2コローマ軍、兵力1万と、イタリア同盟国軍に1万8000であった。騎兵は、ローマ重騎兵600、同盟国重騎兵1800を有していた。加えて、イベリア諸部族の不評2000及び騎兵400があった。 ハスドルバルは、リビアやり兵15000、傭兵戦、イベリア兵8000を有していた。カルタゴ軍騎兵兵力は、リビア、カルタゴ0騎兵450、イベリア銃騎兵1200、ヌミディア系騎兵2300であった。さらに、戦像20、投石兵千があった。ローマ軍は、通常通りの兵力配置を行った。すなわち、不評を中央に、 騎兵を両翼に配した。ローマイベリア騎兵は右翼に、同盟軍騎兵は左翼を守った。両翼騎兵の内側には、同盟軍不評が配され、ローマ軍団兵が中央を固めた。ローマ軍やエッ防衛のために、イベリア不評と2000のローマ、同盟国不評が残された。ハスドルバルは、リビアイベリア騎兵を左翼に配置し、ローマイベリア騎兵に退治させ、 ヌミディア系騎兵を右翼に配置して、ローマ同盟軍騎兵に退治させた。それぞれの騎兵の側面には、リビア兵のファランクスを置き、傭兵隊がこれを支援した。ファランクスに挟まれたカルタゴ軍戦列中央は、イベリア不評であったが、戦列は薄かった。戦像は10頭ずつに分けられ、それぞれの騎兵部隊の前に置かれた。不評部隊の前には、投石兵が配置された。 2000から3000名がカルタゴ軍や英知の防衛のために残された。デルトサの戦いの両軍夫人ハスドルバルは、館内の戦いと同様な両翼包囲作戦を計画した。すなわち、ローマ軍を中央で突出させ、これを左右から攻撃する予定であった。戦闘はカルタゴ軍投石兵とローマ軍警不兵の小競り合いによって開始され、 続いて中央部のローマ軍団兵が退治するイベリア不評に向かって突撃した。ローマ不評は兵力1万とイベリア不評の8000に対して数的に勝るだけでなく、イベリア不評の戦列は薄かったため、容易にイベリア兵を圧倒した。しかし、ハスドルバルにとってはこれは予定通りであった。ローマ不評の支援のため、ローマ同盟国不評が退治するリビア兵ファランクスに、 接近した。リビア兵ファランクスと傭兵部隊は退治するローマ同盟国不評に対する突撃を開始した。同盟国軍が数的に勝っていたにもかかわらず、同盟国不評は押し込まれた。しかし考内の戦いとは違い、リビア兵は同盟国軍戦列を突破して、中央のローマ軍団側面を攻撃することはできなかった。側面では、まず、 ローマ騎兵を混乱させるために、両翼のカルタゴ軍戦像がローマ騎兵に突撃したが、ほとんど効果がなかった。続いて、カルタゴ軍騎兵も突撃を開始した。しかし優勢な兵力を有していたにもかかわらず、これも、考内とは違って、カルタゴ軍騎兵はローマ軍騎兵を戦場から駆逐できなかった。結局両翼もに、戦線は固着してしまった。 この時点で中央のイベリア不評が崩れ、戦場から逃亡し始めた。これを見たカルタゴ騎兵は、ローマ軍騎兵との小競り合いを中止し、自身も戦場を脱出した。ローマ不評は、イベリア不評を崩した後、同盟国不評の支援に回り、リビア兵ファランクスを攻撃した。リビア不評は、頑強に抵抗し、結局は敗れたものの、ローマ軍に多大な損害を与えた。 カルタゴ軍の戦像と騎兵はほとんど無傷であり、ハスドルバル自身も無事ではあったが、不評の損害は大きかった。ローマ軍の追撃は、積極的ではなく喫茶の戦いの後と同じように、勝利の結果を固めることに注力した。ローマ軍はカルタゴ軍や英知を襲ったが、すでにハスドルバルは兵を撤退させていた。粉砕されたカルタゴ軍はカルタヘナに撤退し、 エブロ川の南にもローマ軍の地方が築かれた。イベリア半島でのカルタゴ勢力を維持し、ローマ軍の動きを牽制するため、ハスドルバルの軍話は、マゴバルカとハスドルバルギスコの軍で強化されることになる。しかし、カルタゴ軍は、エブロ川以北に対する効果的な作戦を行うことは二度とできなかった。スキピオ兄弟は勝利の後に追撃を行い、戦果を広げようとはしなかった。 以前の戦略を継続し、気を見て襲撃を行い、イベリア部族の反乱を促し、ローマの地盤を固めていった。スキピオ兄弟に対する、その後のローマからの兵力増派はなかった。紀元前212年まで、スキピオ兄弟はバルカ兄弟とギスコトとの間に、一進一退を繰り返すが、紀元前211年のバイティス側の戦いで、カルタゴ軍に大敗し、 両者とも戦死した。ありがとうございます。